皆さんこんにちは、トリスケです。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。本日は釣りライフ続きをですね、やっていきたいと思います。さあ、前回ですね、船のパーツを船をグレードアップさせるためにパーツを見つけてねということで、いろいろ取りに行くんですけど、お金がないといけないんでね、ちょっと結構魚を釣っておきました。はい、だいたい30匹ぐらい35匹か釣ってきたのでね、これ一気に全部売って、お金に変えて、どんどん船のパーツを集めていきたいなと思います。はい、こんな感じでこのランク4の魚が結構取れたから、ニジマスとか紅白錦鯉とかかな、あとレベル4あるかな、銀ブナってやつもレベル4だね。これをね結構釣ってきました。さあ売却して6300円、結構売れるね。これしばらく魚釣んなくていいんじゃないかってぐらい釣れてる気する。さあこっちも特別珍しいのは多分ないかな。さあ売って、よっしゃ1万円いった。さあ1万円いったので、どんどん船のパーツ集めていこうかなと思います。どこだっけ場所、ピュア湖の向こうとこの左側ね。じゃあピュア湖の方行くか。どれ、いやー結構ね黙々と魚釣ってたらね、気づいたらいっぱい釣っちゃってましたね。お、1200円、はい解放。1万円集めてきたからね、これぐらいはどうってことないね。さあ新エリア解放。さあさあちょっとここの魚釣ってみるか。レベル高いかな。はい、あレベル6か、余裕だね。ほいと、はい2回で釣り上げる。これなんだ、アユ。お、新しい魚か。新しい魚いんだ、ラッキーラッキー。レベル4、一発で釣れたいんだけどね。お、なんかでかい。お、ブラックバス、はいはいはい。ここも結構いろんな魚いるね、新しいとこね。やっぱ新しいとこ行くとね、新しい魚が取れる。これがシンプルに面白い。お、そこの君、少し待ちたまえ。ペンキがびっくりしてるの、これ。なんだ、さっきから黙って見ていれば、君、一体なんだね、そのみすばらしい。質素ないけすは。ちょ、なんなん、この人。いいからさっさとそれを貸したまえ。ひえふふん、君のいけすはたった今。水や砂、テーマを好きに変更できるようになったので。おお、なるほど、いけそうレイアウトも結構楽しめるんだ。感謝するがいい。イエイ、いやこれは感謝ですわ。模様替えセットを手に入れた。いけす画面に模様替えボタンが出て、ああ結構いいな、いろんなのあるね。どうだろう、キャワだろ。キャワですね。ほわー、なんやようわからんけど、いけすがキラキラしとる気がするわ。大きいなキャワの人。うむ、では僕は失礼する。ちょっと気になる気になる。どれ見てみるか。いけす模様替え、あーなるほど結構白いあるね。あーじゃあちょっと濃い方が見やすいね。濃くして、床の色はなんか違うのかな。どれ、あ、床の色はちょっとこれあんま良くないね。テーマは、はい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 、こういう岩ある方がいいんじゃない。イエローサンゴで、アクセはイスな、これ。じゃあイス置いとくか。はい。とりあえずちょっといけすが豪華になると。ああこういうの集めるのもいいね、楽しみになる。さあ船の塗料は、お、船の塗料を手に入れた。二つ目のアイテムゲット、看板、豚と和解せよと書かれている。え、今後豚と喧嘩することがあるのかな。ブーちゃんいろいろ助けてくれてんのに。お、さっきのキャワの人、ゴミ箱を知らない。ゴミが捨ててある。そりゃそうだよね。ちょっと魚釣るかな。よいしょ。よいしょ。あら、ナイスだった。さ、ワカサギ。ワカサギ結構どこでも釣れるな。さ、キャーの人は、あ、じゃあゴミ箱、ゴミ箱。お、キャーの人話しかけてない。お、いたいた。いけすの中にぬいぐるみなどを入れてみるのはどうかね。結構むちゃくちゃ言うな、この人。でもそれが許されるのがゲームの世界。いいね。じゃあ続いてもう一個の船のパーツを見に行こうかな。さあ、お、でっかい、これちょっと釣ってくか。なんかレアな魚、あ難しい、レベル9か、結構難しいなこいつ。よいしょよし、グレート、ほい、よーし。さあ何かな、マグロ、カツオだった。カツオとマグロって見た目似てる、見た目なんか結構似てない、似てる気するんだよな。変化、あったあった、わ、ここも1200円、いいね。さあ解放、さあトントントン、
しまして、新エリア解放されたよと。さ、新エリア行ってもね、ここはまあ新しい魚取れなさそうだね。まあパーツゲットしておしまいかな。古いスクラップを手に入れた。よし、これで船のパーツも全部見つかったんじゃないかな。これちょっと違う違う。船のパーツもうなんかマークないもんね。ここさ、戻るか。よし、ボート工房に到着。テトラさん、やあやあやあ、船の部品を持ってきてくれたのかい。その他かな。はい、渡す。古い怒りを渡す。お、あと2つ、2つももあるよ。さあ話しかけて、次はじゃあ、はい、船の鳥を渡す。はい、これも船の部品。さあラスト1個はどれ。さあラスト、スクラップを渡す。よし、ふむふむふむ、それはまさしく船の部品。必要なものはこれで全てだね、鳥助くん。お疲れ様だね。早速仕上げに取り掛かるね。ここをこうして、さあどんな船が出来上がる。トントントンと。お、緑色の船。あんまかっこよくはないな。でん、もっとかっこよくなってほしかったな。いいボートを手に入れた。いいボートに乗れるようになりました。ボートは釣りカードから着せ替えられます。いいね、完成だね。ほわー、新品ほやほやの船や。頑丈そうやし、乗り心地も良さそうやな。テトラハン大きに。どういたしまして。船で困った時はボート工房のテトラにお任せあれだね。あ、そうそうそう、部品を待っている間暇だったから、埋まった部品でおまけを作っておいたんだよね。持っていくといいね。探知機もらった。なんだこれ。この探知機はなんと、釣りをしている時にヒットした生き物が、今まで釣ったことのある生き物かそうでないかを見分けることができたり、生き物の強さが分かったりする、とっても便利なアイテムなんだよね。よかったら使ってみてね。ほへー、それめっちゃ便利やな。船だけを乗ってこんなもんまで作ってもらって、ほんま助かるわ。どうもお気に。ほなら早速使ってみ。あれ、電源がつかんけど。これどうやったら使、どうやって使ったらええの。弟子みたいな話が聞いた。あーあーああ、大事なもの渡すの忘れてますよ。それ使うには電池がいるんす。このままじゃただの重たいガラクタですよ。はい、これも持ってってください。いい電池をもらった。おやおやおや、これはうっかりしていたね。ポット君ありがとうだね。はあ、まったく危うくゴミを渡すところだったっす。その探知機、実はすげえ燃費が悪くて、あまり長時間使うことができないんすよ。その電池だと1回4分がいいとこっすね。だから使うために電池を変えてくださいっす。すげえ面倒かと思いますが、まあまあまあ、それでも便利なことには間違いないよね。そうだ、これをボート工房の新商品にするといいね。多分売れないと思いますよ。テトラさんは船だけ作っていればいいっす。し、辛辣。いいね、この師匠と弟子の関係ね。師匠に物言える弟子っていいよね。さ、テトラに話しかける。テトラは絶対に沈まない船を作ることが長けていると。実は泳げないんだって。へえ。ボート工房の中ってなんか入ったっけ前。そういえばまあ、良さそうもなさそうだね。どれ、じゃあ早速探知機使ってみようかな。探知機どんなもん。じゃあなんかちょっと適当な魚のとこ行って、荒れた海を越えようってミッションがある。ちなみに荒れた海ってどこ。ここか。ここを越えればいいのか。じゃあちょっとそっちに向かって、その新しい海域の、魚釣ってみようかな、探知機使って。お、到着したけど、おお、なんか始まった。ひえー、やっぱりいつ見てもすごい渦や。おっかないな。無事に越えられるやろか。せやな、頑張ってパーツ集めて新しい船作ってもらったんやもんな。よし、俺らの船頼んだで。おお、なんでもなく行ける。お、荒ぶる船、なんだなってん。まあ、到達できましたよってことか。荒れた海を渡れたで。さすがテトラハンの船、頑丈でびくともせんかったわ。で、ここから先は俺も未知の世界よ。やばい、ここまで優秀だったナビゲーターピグが使えなくなってしまうのと。一緒には来てくれんのかな。今までとは違って釣るのが難しいお魚さんとかいっぱいおると思うから気合い入れていくで。ほわ、主か。この反応は主だ。来た、出迎えてくれてるね。ようやく来たなって。
挑発されてる感じか。やっと現れよったな。今度は前みたいにはいかへんで。取り付け班、主はに再挑戦や。釣り人として成長した姿を見せてやるんや。よし。ほう。来い。あ、ね、僕から行かないといけないのと。どれ。やってやろう。来い。俺強いよ。レベル19。いいか、勝てないんじゃない？これもしかして。ほい。クリティカル。クリティカル。よし。さあ、いい勝負。よし、クリティカル。うまくなってる。グレート。クリティカル。よし。この黄色の枠の中にピックが来てくれるのは助かる。やばいやばい。でも、主、ラスボスかと思ったけど、案外、サクッと。釣れる？ああ、全然だから。やばい。やばいよ。よしよし。クリティカル。やばい、クリティカル出したいところ。ああ。ほわー、やっぱり手強い。さすがあの人呼ばれるだけあるな。そう簡単に釣らせてくれへんか。だけど、前よりは手応えを感じるで、もう少しで釣れそうやな。ヌシハンは、基本的に縄張りから逃げんから、何度か挑戦すれば必ず勝てるはずや。不安なら釣りテクをあげたり、茶やおむすびを準備できれば、有利に戦えるはずや。取り付け班、めげずに何度も挑戦してみよう。よし、じゃあちょっとね、レベルを上げたらもう一回挑戦するかな、君は。さあ、とりあえず新しい町。釣りテクじいさん。この辺り必要なのは11から23。なるほどね。今何歩だっけ？14ぐらいだよね。ゴニョゴニョ。さあ、ロケット弾みたいなのがいる。あ、話しかけてはくれない。自販機。お茶か。これもなんか、これ500毎回調べてるけど、何も落ちてることないんだよな。こっち側は？ 4000 円。あ、なるほど。主釣り上げてからじゃないと次のイベント行けないんだ。そっか、じゃあ主釣るか。まあでも言ってもまだ主まだ釣れてないからね。レベル上げたいけど。レベル上げに一回戻ってくるか。それではね、ちょっとこう、おむすびとかお茶とかをね、買ってきたので、やっていきたいなと思います。まあそれではね、バトルしていきましょう。アイテム。おむすびと茶。あ、これは？あ、まあ戦い中に使うのかな？さあ、釣る。さあ、来い。お？え、もう簡単じゃん。途中からなんだ。あら、めっちゃ準備してきたのにびっくり。やったー、釣りテクアップ。キングサーモンゲット。めっちゃびっくりした。おめでとう。とうとう主はんを釣り上げたんやね。これで俺らお金持ちや。おまんまもいっぱい食べれるで。おうと、いいところで。ふんふんふん。せやけど、せっかく頑張って釣ったんやし、普通に言って、はい、おしまい、とか、なんや、興ざめやな。せや、一旦取り付け班のお家に戻ってみ。今、あのシアンと戦って疲れとるやろうし、まずはお家の水槽にでも入れといて、ゆっくりしようや。ふんふん。まあ、ライバルだからね。お邪魔します。ここに来ると、取り付け班に初めて会った時のこと思い出すな。つい最近のことなんに、なんや懐かしく感じるわ。それにしても、取り付け班のお家は町から随分と離れとって、ちょい寂しく感じるな。まあ確かに。まあそうよな。せや、ええこと思いついたわ。さっき釣ったヌシャンをこの家に飾っとったら、町の人たちが遊びに来てくれるんちゃうかな。俺昔、釣りチューブで見たことあんねん。まあ、YouTube かな。水族館、あ、ね、あな、水族館作るゲームになるのこれ。釣りができんくてもお魚屋さんに会える施設があるねん。この島遊ぶところとかなんもないし、ここを水族館みたいなとこにしたらみんな喜ぶと思うね。いいじゃんいいじゃん、それめっちゃいいよ。うん、そうと決まったら早速ヌシアンを飾ってみるで。よっこいしょ。さあ、おー、キングサーモン。めっちゃいい感じやん。記念写メ撮ってろ。バシャ。どうやろか、これで島の人たち遊びに来てくれるかな。一匹しかいねえな。うん、言われてみればそうや。お魚さん一匹しかおらん水族館とか見ても楽しくないねんな。うわぁ、どうすればええんやろう。こういう時は専門の人にお願いするのが一番や。確か潮風タウンに建築士さんがおったよな。一応相談しに行ってみようか。すごいね、水族館にもなるんだ。
ちょっとやっていきたい。まあでもね、今日はちょっとこう主を釣ったところで終わりにしたいと思います。また次回ね、この建築士さんの家に行って水族館計画を進めていきたいなと思いますので、よろしければご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。